えとこの、まあ、グラフを見ていただいてもいいしそれから、まあ、我々の実感でもそうなんですけれども、まあ癌がですね我々が、まあ、早く撲滅しなきゃいけないと言ってるがんがですねもう全然そんな騒ぎではないんですよね。まあ、特に、まあ、肺がんとタバコの関係は私がこのブログでも随分書いておりますけれども、えー、2000年ぐらいには相当おその。 たばこの禁煙運動が盛んあの成功を収めてですね、えー、1980年ぐらいから始まっていましたから、まあ、20年ぐらい経って喫煙率も随分減りそれから喫煙場所も限定されてきてですねそれからもう25年経ってるんですがあ15年経ってるんですけどもうなぎ登りというぐらい肺がんの量があ数が増えてんですね。でまあこれはあの年齢の,おかげあのためだとかですね それから長期間吸ってる人がタバコやめたけれども、えー、また復活してるあの復活じゃなくてそ,こそういう人の肺がなってるんだっていうんでそういう整理を私してみましたがもう全然それからまあ,あの割合と食品なんかもですねかなり改善されてきましたしそれからあの、まあ、胃とか大腸なんかについてもです食道関係もですねずいぶん いろんな対策が打たれてきてき食品の中の発がん性物質はもうほとんどもう排除されましたなのになぜこんな勢いでがんが増えてるのかと、まあ、いうことについてはですね私はやっぱりなんか研究費が入るから、えー、みんなで肺がんはタバコを肺がんのもとだとかですねまあそういうことを言ってるんじゃなくてもっとやっぱり現実ののあるですね えー、ことを考えななきゃいけないしまあ,あの我々もいろいろ工業でですね、まあ、がんのもとになるようなものを作ったりそれから年の生活もですね、まあ、自然から離れていていろ、まあ、んなことがありますね。しかしまあ,あの例えばこういうことに対してですねすぐ反論があるのは年齢年取ったまで生きていくからとかっていった話がありますけどそういう反論をする人はですね是非ですねご自分で。 えー、年齢補正というものの計算をコツコツやっていただいたらですね年齢なんかでは全く説明できないほどがん、まあ、が多いと、まあ、いうことに気が付かれるんじゃないかと思うんですね。えー、特に私が言っててみんなのが必死品種買ってるんですけどタバコと肺がんは関係がないとあのタバコの煙はですね若干の発ん性を持ってるんですよそれは持ってるんんですねそれに対してて私が文句言ってんじゃないんですね。 えっと発がん物質っていうのはこの世の中に必要なんですよね私たちの体っていうのは無菌状態で生活するとすぐ肺炎とか風邪とかいろんな胃腸の病気で死んでしまうわけですね私たちの取り巻く環境っていうのは、えー、ばい菌もいるしウイルスもいるし細菌ウイルス有毒物それから癌の元こういうのがもう身の回りにいるんですねそれとの間の 関係で我々は実は実生きてるんですよ生きてるという事態がですね極端に言えばウイルスがいて細菌がいて発がん物質がないと我々は生きることができないと言ってもいいぐらい相互の関係っていうのは非常に強いんですね。そこでですねえー、と今まで発がん例えばがんの撲滅が言われ始めたのはこのグラフの1975年ぐらいですよ。だからちょうどこののグラフははいいのは みんなががん音に注目した時ぐらいからねいろいろ急激に食品中の発がん物質を除いたりそれから今ではまあ工場とか研究所で使う薬なんかについてもですねどん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 発がん性を減らしていってるわけですねでついに最後のものが民間のタバコなんですよそうすると我々の身の回りから発がん物質がどんどんなくなって いわば私は無菌状態のようなものに入ってるんじゃないかそこでですね結局自発性のがんみたいなものがですね止められなくなってきてる、えー、我々の体にはですねこの前 TNF 血液の中の TNF は自分がこう研究の一端を担ったものですからいつもそれを一応出してるんですけどもがん、えー、を止める薬あの体の反応というのはもう多種多様にわたるわけですね。 免疫細胞とかそういったものもあるしあるいは白血球みたいなものも少し寄与するしそれから TNF のような非常に激烈な、まあ、あの化合物も体の中にあるわけでそれらが全て明らかになってるわけじゃないんですね。ところが我々がよくわかるのは科学っていうのはですね一つ一つのことを、まあ、還元的っていうんですけど要素ごとに分けて検討するというのが一つと。 それから総合的に見てどうかっていうのを見るのが2つ見なきゃいけないわけですね。私がよく言ってるコレステロールとか血圧なんかもそうですけどもコレステロール減らしていいとか血圧減らした方がいいっていうのは非常に偏った非科学的考え方なんですよね。もちろん血圧は高い方が栄養も酸素も病原菌を殺す白血球なんかとかがんを殺すやつも送ることができる。しかし一方血圧が高ければ血管が破れることもある。 じゃ血管が破れないように血圧を下げると今度体の中に行き渡る酸素とかそういうのが不足する。まあ、酸素が不足するとがんが増えると言っているがんの専門のお医者さんは多いんですよね。だから血圧をを下げるこことが,がんを増やすすだこれデータもありますねそれから、えー、酸素がそれは不足するからかもしれませんね。それともがん壊神シのようなですねがんの抑制の 物がですね血液で運び運ばれないからかもしれません。それからタバコもそうで私がタバコ吸った方がどうも肺,肺がんが少ないんじゃないかと言ってるのも理屈があってですねタバコの煙自身には発がん性がありますがトータルとしてがんの数を減らすというのが目的であって別にタバコを撲滅するっていうのは意味がないことなんですよねタバコには別に我々恨,恨みがないわけで がんの元を取ろうとしてるわけですの元っていうのは完全にとっていいのかどのくらいが適切なのかってわのは分からないんですね。まあ、その意味で私は、まあ、今血圧を下げる運動をしてる人とかそれからタバコの煙を副流煙、特に副流炎ですねをなくそうとしてる人たちは、まあ、極端に言えば他人を死に追いやってるっていう可能性あるんですよ。つまり科学というのはですね力を持ってますからね。 生半可な知識とか自分であまり整理をせずに何か取りつかれたように例えばタバコを除いたらいいとか辛いものをやめた方がいいとかって言った場合ですねある人にはそれがいいかもしれませんが人類全体というか日本人全体にとっては死亡率を増やすつまり、まあ、ある意味での間接殺人になることがあるんですよね。ですから我々科学者はかなり慎重であってですね、まあ、そうも考えられますがと。 まあいうような表現をするのはですねとにも直さず、えー、科学というのはそれほど危険なものである便利なものであるとともに危険なものであるということを示しているわけですね。私はまだ全然これもデータははっきりしておりませんが女性の肺がんと女性の乳がんが増えてきてるのはタバコを夫が吸わないからじゃないかっていう感じもするんですね。でその他に精神的なな疾患なんかも あるいはね、タバコとか、そういうものの運動が非常に行き過ぎますとね、人に大きなストレスを与えることになります。もちろんストレスが、がんにしても、精神的な疾患にしても、一般的な病気にしても多いっていうことはま間違いないわけですね。その、簡単に言えばお風呂の温度なんかもそうなんですね。お風呂の温度が高ければ、そしてお風呂が、あの気温が、お風呂の部屋の温度が低ければ、 低い温度から高いお風呂に入るわけですから血圧の変動が激しくてあるいは、えーまあ、いろんな血管血液病の血液関係の病気になるしかし一方ですね、えー、体の免疫を司る NK 細胞と言われる、まあ、研究が随分行われておりますけども、えー、そういうそれを活性化するのは42度とか43度がいい体温も、まあ、36度5分ぐらいは欲しい3分ぐらいは欲しいと言われるわけですね。 ですからこれも熱い風呂がいいかぬるい風呂がいいかっていうのもですね両方から考えなきゃいけないんで、えー、と血管の病気だけを心配して温度を下げたらですねやっぱり免疫系が落ちるわけですね。このがんのこの離閉率って言いますかね離感率って言うんですね離感率のグラフを見てですね1975年ぐらいから始まった私たち日本社会のがん撲滅運動っていうのは。 なぜがん撲滅と,と,と言いながらものすごい勢いで増えているとこのことをですね真正面から見る勇気とやっぱり科学的誠実さこれをぜひですね関係の方を中心にもう一回考え直してもらいたいと私は思っております。